23回は立体図形の性質です。さあ今回から立体図形に入っていきます。立体と平面の違いは大丈夫かな。平面っていうのはもう縦と横しかない世界というか、紙とかね、地面の上とかそんな感じなんだけど、立体っていうのは縦と横に今度高さが加わって、まあ、私たちがね生活してる空間、これ3次元って言って、縦と横と高さ、この3つでね構成されてるんだけれども、まあ、今までやってきた平面っていうのは2次元といって縦と横、この2つだけの世界なんだよね。今ね映画なんかでも 3D とかいろいろあるけれども、あれちょっと立体的じゃない。あれが 3D の3っていうのは縦横高さっていうことで、今回から、まあ扱う図形もねちょっと立体的な書き方とかになってきます。でもその前にやっぱり最初は単位換算、単位の計算ね。で単位ボックス、今度はこの体積の単位ボックスってこの長くなって結構大変なんだけれども、まあ、今回の問題に関してはね、1リットルがまず何ミリリットルかは大丈夫かな、頭に入れといてほしいんだけど、これ小学校でもやるよね。これ1000だよね。というのと、あと立方センチメートルで言うと、これ1000立方センチメートルなんだよね、これね。それから1リットルとデシリットルの関係大丈夫かな。1リットルって何デシリットルかな。うん、これ10デシリットルね。まあこれが入ってればまあ全部解けるんだけれども、一応単位ボックス書き方を見たいと思います。長くなるんだけれども、書けるかな、ここに書こうか。こんな風にいっぱい箱があって、で一番小さいのが立方ミリメートルで、体積今3次元って話をしたけれども、3つかけるので、この小数点の黒丸の位置も3の倍数ずつ打っていきます。どういうことかというと、ここからここ3個飛んで、次が 1,2,3,4,5,6、 次がここが6個飛んで立方ミリメートルになって、続いて9個飛ぶんだよね。ちょっと足りなかったかな、これが。これ何個 ?1,2,3,4,5,6,7,8,9、 ここでいけるか。ここがこう9個飛んで、ここが立方キロメートルと。でこの6のところを区切るんだけれども、3つずつ区切るので3,3ずつ区切ってですね。でここがリットルになって、そのお隣がデシリットルになって、この下にミリリットルと cc というのを書き入れると完成になります。まあ、単位ボックスに関してはね、長さ、面積、体積すべて並べて最後にね、まとめる回を設けたいと思うので、まあ今はね、こんな風に書くんだぐらいでいいと思います。まあ、別にこれ使わなくても普通に解ける問題なのでね。でまず1番は全部リットルなので、さっきねこの1リットルは1000立方センチメートルだよっていうのもね書いたんだけど、まあこれを使っていこうかな。リットルなので全部リットルに揃えるから、まあ 1.5 リットル足す、これリットルに直したいんだよね。そうすると1000立方センチメートルが1リットルだから、まあ1000で割ったら1リットル、これ1000で割ると小数点がここに来るんだよね。ということで 73.5 リットルになります。で540デシリットルは、1リットルは10デシリットルだったから、まあ10で割るとリットルになるよね。ということでここ54リットルになるんだよね。まあ単位ボックス使うと73500053773500とかけるので、まあ、リットル見ても73.5になってるよね。でこれを計算すると21リットルになります。で2番、今度は立方センチメートルで答えなきゃいけないので、これ立方センチメートルに直すんだよね。これは直さなくていいんだけど、さあ 0.2 リットルって何立方センチメートルかな。
立方センチメートルにするには1000倍すればいいので、これ1000倍すると200立方センチメートルになるんだよね。で480ミリリットル、これミリリットルと立方センチメートルって一緒なんだよね。単位が違うけれども大きさは一緒なので、これは4800のままで大丈夫なんだよね。4800立方センチメートル、なので 200×84-4800 足す13000、これを計算すると、書けないかな、25002になります。で最後、今度立方ミリメートル、大きいね、イメージ湧くかな、1メートル×1メートル×1メートル、結構大きいよね、バランスボールぐらいの大きさかな。バランスボールってわかる？こんなボヨンボヨンっていう大きい丸いボール、ゴムのボールがあるんだけど、まあ、あのぐらいかな。バランスボールは1立方メートルもないかな、バランスボールよりは大きいかな、1立方メートルって。で、まあ、1立方メートル、この単位ボックスを使うとね、単位ボックスで見ると、実はここに1って入れてみると、1立方メートルはこれ1000リットルなんだよね。1000リットルなので、まあ1000倍したらリットルになるんだよね。まあ、せっかく単位ボックス書いてるので、ここに 7.5 って入れると、 7.5 って入れると00で、まあ、7500とも出るんだけれども、ということでこれは7500リットルかける1/4で、これを計算すると1875になります。まあね、この辺の計算ちょっと割愛しちゃったけど、計算は頑張ってもらうにして、必ず今までやってきたようにね、単位、聞かれてる単位に式の単位のすべて揃えることということを気をつけてください。さあ、例題にはお絵かきです。こんな展開図があって、これを組み立てるとどんな風になるか、見取り図を書いてください。とで、まあこれ頭の中で多分あんな風になるんだろうなって分かってても、それを図に書くとなると難しいよね。ね。で、まあ図の書き方はね、後の方の回でちゃんと練習とかうまく書く方法なんかは教えていきたいと思うんだけれども、まあ今回に関してはどんな形になるか、例えば日常の身の回りにあるものの例えで答えてくれても何でもいいので、まあそんな風にしてね、組み立てたらどうなるかが分かると嬉しいかな。ね、なんかこう算数とか図工でもいいけど、こんな紙配られて、ここ折り線があって、これ折って組み立ててって言われたらどんな形になるかな、なんていう風にね考えたらいいと思うんだけど、これ分かるかな、四角と三角4つ。もし分からなかったら、新聞をね、まあ、拡大コピーか似たような図をちょっと作ってもらって、実際に紙切り抜いて組み立ててみてくれたらいいんだけれども、これはピラミッドって分かる？ピラミッド、ピラミッドのもうちょっと高さがあるみたいな形になるかな。まあ、特にね、長さの指定とかはないので大体でいいんだけれども、これどんな形になるかっていうと、こういう、まあ、四角錐と呼ばれる形になります。上がね、こうちゃんとこれに置くのかな、こことここがくっつくんだよね、ペタッとね、4つきれいに。でこことここがくっついて、こことここがくっついて、こことここがきれいにパタン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 ってくっつくんだよね。これ四角錐と言います。まあ名前の四角錐は四角錐の回でしっかり勉強するんだけど、こんな風になるんだよね。さあ2番、これ組み立てたらどんな形になると思う？ね、なんか丸くなってて、みたいなね。これね、みんながね、なんだろう、おうどんとかおそばとか食べるときに、あと茶碗蒸しにも入ったりしてるかな、そんなのになんか入ってるものに似てるんだけど、そう、かまぼこ、これかまぼこの形なんだよね。ここをこういう風に折って、ここ結構長いんだけど、実はこ
ここをずっとくるっとこれが包み込む形になるんだよね。で、まあ、どんな形になるかっていうと、かまぼこがあって、で、まあ、後ろにね同じ大きさをこうやって書いてつなげるのがいいんだけれども、まあ、こんな形になるんだろうな、かまぼこ。こんな形になります。まあ、これね、算数的な言い方すると、円柱を半分に割った形になるんだけれども、まあ、かまぼこの形になるなっていうふうにね、分かってくれたら嬉しいかな。さあ、最後、これ難しいね。なんか、なんだろうね、これね。で、ちなみに、上と下の円の大きさは違います。上がちっちゃくって、下が大きい。これね、組み立てるとみんなが好きなもの、これこんなプリンの形になるんだよね。プリン、これのことを円錐体と言います。まあ、ちょっとね、名前はこの錐体をやるときにしっかりやるんだけど、これくるっとこの一周をここでちょうどね、くるっと包み込むんだよね。で、ここの長さでこの円の周りをくるっと一周包み込むんだよね。なので、まあ、これ綺麗に組み立てるとこんなプリンの形になる。まあね、正確にね、今回はちょっと図を描くのは難しいと思うけど、多分あんなになるんじゃないかなとか、身の回りにあるもののね、例えでいいので楽しくイメージをして解いてみてください。さあ、例題さんです。例題さんは円錐と四角錐を真正面から見た時と真上から見た図で表してくださいっていうことなんだけど、まあね、それ投影図って言うんだけれども、よく、まあ、映画館はちょっと違うけど、真っ暗な部屋でこう、ここなんだろうな、白いね画面みたいなのがあって、そこに電気がさ、うーっとこうついてる時に、その前でこうやってさ、狐ってやったりさ、これで狼ってやったりするよね。したことないかな。で、そういう時にそこにこの円錐とかをね、こういろんな形でこうやって持ってくると、影の形がどんどん変わるんだよね。いろんな形に見えるんだよね。それが真正面から見た時に影の形どうかなとかさ、これ真上から見たら影の形どう映るっていうのを聞いてるんだけれども、さあ、真正面っていうのはこのまま見た形です。円錐、まあ、クリスマスなんかでね、かぶるこのコーンの帽子みたいな形なんだけど、それポンと机の上に置いて真正面から見るとどんな形になってる？だから、なんだろうね、こう3次元を2次元で表現するってことになるんだけど、これ実は真正面から見るとこんな三角形になります。三角形だよね。机の上に置いて真正面から見たらね、三角形で、じゃあ今度真上から見たらどうなるかっていうと、この帽子をね、真上から見たらどうなるかな。まん丸だよね。円になるよね。そう、これ真上から見ると円になるんだよね。で、まあちょっとね、斜めて描くと分かりやすいんだけれども、この円はというと、この三角形のこの幅、ちゃんと円はこんな風になるんだよね。ここが、ここからここがちょうど円の直径になって、まあ、真上から見るとこの一番とんがってるとこが円の中心で、こんな感じになるんだよね。じゃあ続いてこの四角錐、これ真正面から見ると、真正面って一応ここからね見るとどうなるかというと、これも同じくやっぱりこの三角形になるんだよね。三角形、まあ、これね、この斜めの辺のところからこうまっすぐ見てもいいんだけど、それでもやっぱり同じになります。で、まあ、このまま、この真正面、これを正、ここの面を正面として見ると、こうなって、これをこう真上から見るとどうなるかというと、で、底面が正方形って書いてるので、なんかちょっと広がっちゃったね。この幅の中で、この正方形、この正方形の一辺が、ここの幅になるよっていう風に見えるんだよね。まあこれね、ひし形にこう見ることもできるんだけども、まあそのまま正面でこのままこの真上から見ると、こんな風に正方形で、ここがちょうど、ここになって、この辺がそれぞれ上から見ると、こんな風に見えます。まあ、この辺がここで、
この辺がここで、この辺がここで、この辺がここと、こういうふうに見えるんだよね。なので、まあ、真上から見たと、でちなみにこれね、真下から見ても同じ、全く同じ図になるんだよね。真下から見ると、まあ、この中心とかこの線は見えないんだけれども、影だけで見ると全く一緒になるんだよね。これもまあイメージができてほしいのと、あとこれに関してはね、平面で図を描くので自分で実際にこんな図が描けてほしいと思います。さあ例題4です。例題4はこんな風に立方体の展開図が6個あって、これをこう折って組み立ててもちゃんとしたサイコロの形にならない、立方体にならないものはどれですかという問題なのね。でまあね、頭でいろいろ組み立てるのが好きだったらこれずっと頭でパタンパタンパタンってこう折り曲げてってやってもいいんだけども、もちろんそれでもいいよ。それで解いてね、正解する子も結構いると思うので、ただ頭でこうイメージがちょっと苦手な場合というのは、やっぱり組み立ててちゃんとした立方体になる展開図の型を覚えておかないといけない。でそれをね、学習のポイントに書いてるんだけれども、学習のポイントでこんな風に書いてるよね。上から1個4個1個、この141っていうのは真ん中が4個並んでて、1個1個ってのは別にどこについててもいいんだよね。まあ別にこことここについてたっていいし、もちろん、まあ、こんなね、端っこと端っこについててもいいし、何でもいいんだけども、1段目2段目3段目の順番で141、それから132332と、まあ、こんな風になってる型を覚えておくと解きやすいんだけど、もちろんこの1個4個1個のね、全部載せてるんだけども、学習のポイントではそれを全部覚えなくっても、上から1段目2段目3段目1段目2段目3段目の個数がこんな風になっていればいいって話なんだよね。でもこれを141132332って覚えるのちょっと大変かなでここね、語呂で覚えるのがいいと思います。語呂って普通に理科とか社会とかでね、いろんなもの暗記するときやるんだけれども、さあこの動画を見てくれてる中で石井という名字の子がいるかどうかわからないんだけど、石井くんの秘密耳ふふふ、これを石井くんの秘密ちょっと教えてあげるから耳貸してね、ふふふふっていう風に語呂で覚える。石って1がいいで、4が4で1がいいね。秘密、1つ2つの日、3は3つ、1つ2つ3つで耳ふふふ、これで覚えると、さあ、あは石井くんなのか秘密なのか耳なのかふふふなのか、これに当てはまれば立方体になるんだよね。そうするとこれ1段目141、石井くんだと、これは石井くんだからこれは立方体になるよねということで、これは OK ですっていうふうに解くことができるんだよね。じゃあこれは秘密になるのかな、秘密今ね、上からこうやって見たけど、こういう順番でもいけるよ。これが1列、1段目、2段目、3段目、4段目っていう風に見ることもできるし、逆からここが1段目、2段目、3段目って見ることもできるのね。でもまあ、縦に見ていくとこれ4段できるよね。4段のものはないので、こっちから見ることはないかな。で、上から見ると、秘密ならあるけど、秘密はないよね。今度じゃあ下から見ると、秘密じゃないよね。ということで、これはできませんってことになります。まあ、実際この形をね、作ってみて、組み立ててくれてもいいと思うんだけども、これ、重なっちゃうんだよね。重なるね、面が出てきちゃって、きれいに一つだけ面で覆われないところが出てきます。さあ、続いて、これなんだ？これ、2、2、2だよね。ということで、
ふふふ、これはだから立方体になりますよと。これはこれは141、これも石井くんだね、石井くんだからこれは OK。 はい、おは4個と2個、2列の時は耳しかなかったよね。なのでこれはならないんだよね。さあ最後か、かは上から見ると4段できちゃうので4段では見られないから1段2段3段って見ようか。すると月に、うん、おかしいな、こっちからに、ひ、つ、おかしいな、ということでこれは立方体になりません。ということで立方体にならないのはいとおとかで、立方体になるのはあとうとえというふうに解くことができます。算数でね、ボロって初めてだよね、まあ、こんなふうにね立方体の展開図は覚えてください。さあ応用問題です。応用問題は頂点打ちの問題です。今この立方体にこんなふうにリボンがかかってて、これをまあ、この展開図にした時にこのリボンをどこからどこにこんな風にねくっついてるか書き込んでくださいっていう問題なんだけど、なんとなくとか感覚でこれは解いちゃダメ。絶対に全てのこういう頂点に記号を書き入れて、それからこれだったら A と C 結んでるよねっていう風に A と C を結ぶと、必ずその手順を踏みます。で頂点打ちのポイントね、2つ学習のポイントで言ってるよね。まず階段みたいになってる直角同士は一緒になるよと。例えばこれだとこことここって階段みたいになってるでしょ、直角だからこことここは同じ記号が来るんだよね。こことここもそうだよね、こことここ同じ記号が来ますよと。で2つ目のポイントとして一番遠くにある点、さあみんなさこの立方体見て A と Bでこれ一辺だよね、まあ、この長さこれ10センチ、ここ10センチだよね、 A と D10 センチだよね、 A と C って10センチより長いって分かるかな。これ上から見ると直角二等辺三角形のこの斜辺なのでこれは10センチより長いよね。で A と E も10センチ、 A と F もまあこれここと一緒でちょっと長い。さあ A が一番、A から一番遠くにある頂点ってどれか分かるかな。これそう G が一番遠いんだよね、この立方体の中をこう突き進むのね。なのでこの AC とか AF とか AH っていうのは対角線なんだけど、それよりさらに AG は長いということで、まあ、A と G は一番離れてる、はい、B と一番離れてるのどれかな。 B と一番離れてるのH だね、これ H、 はい、C と一番離れてるのは見える、うん、これ E ね、 C は E と離れてて、はい、D は、うん、これ D はね、これ一番奥にあるじゃない、で手前のこの F、 D と F が離れてる。で離れてる時に例えば A と G というのは今 A と C ってこれ対角線じゃない、だから A と C ここにちゃんと対角線かけるんだよね。で A と G はどうなるかというと、これチョキチョキっとこれを切り開いてこれになったんだけど、実はこの正方形を2つ重ねた長方形、この対角線になります。 G というのはこれ A と G 一番長いでしょと離れてるでしょ、この A から一番離れたここが G になります。でそれを知ってると、まあ、簡単に全部打っていけるんだよね。それから学習のポイントには書かなかったけど、みんなまあイメージできると思うので、階段になっていなくってもこことここ直角同士じゃないけどここも同じになるって分かるかな。これね、ここを底面としてここをこうやって立ち上げて折るでしょ、でこれもこうやって折るとくっつくよね、ここ。なので、まあ、学習のポイントではね、こんな風に直角になってるところが一緒ですよって書いてるんだけど、まあ、この直角にはなってないけれども、まあ、ここがもしなかったらね、階段みたいになってるよね。ここも
くっつくよっていうのを知っとくと結構便利かな。まあ、知らなくても解けるんだけれども、さあじゃあ今他に階段、まあ、今のを使うとここが B っていうことが分かるんだよね。まあ、分かんなくてもね、学習のポイントに書いてる2つの解けるんだけれども、さあ A から G 1万通りの書きました。次どれからいこうかな。ここ B から一番離れてるここ、 B と一番離れてるのは H だよね。ということでここが H と分かります。同じように今はねこの長方形で見たけど、今度 B から離れてるこの長方形で見るとここも H って分かるよね。たださっき言ったみたいに、まあこことここって一緒になるので、こっちが H って分かったらここも H って書いちゃっていいけどね。で続いてあとどこが分かってないかな、逆算していこうか。ここ知りたいよね。ここから一番遠いのは C なので、 C と一番離れてるのは E だよね。ということでここは E と書けるんだよね。でここはといったら、ここは一番遠いのが D だから、 D と離れてる F と。でここが F が書けると、あここ直角同士だねっていうことで、この F からもう F ってすぐ書けちゃうんだよね。あと埋まってないところはどこかな、ここか。でここは一番遠いのが C だから、C と一番遠い E を書きますと。 E を書いたら直角同士なので、ここも E と書けるし、ここは一番離れてるのが D なので、 D と一番離れてる F と書けます。まあ F はね、もうこっちからこうやっていってこういうふうに言ってもいいんだけれども、これで全部書けたかな。で今問題はこのリボンを書いてくださいと。黄色使っちゃったのでリボンちょっと赤で書き入れたいと思うんだけれども、まずこの線ね、この線、ここの線はどこに書くかというと、この線は ABCD という面に書かれてる。この中で ABCD という正方形は1個しかない。どれかというと ABCD ね、これだよね、 ABCD。 だからこの面というのはここの面なんだよね。でここで A と C を結ぶので、この赤はこうなります。続いて了解ですか。じゃあこれはここ、これは AEFB という面、 AEFB ねにリボンがかけられてる。 AEFB っていう正方形どこにあるかな。 AEFB ここにあるよね。なのでここの正方形に書き込みます。で A から E と F の真ん中の点、 E と F の真ん中、ここが5センチね。このここが5センチなんだけれども、 A からここに向かって線が引けるんだよね。さあじゃあここは、これは BFGC という正方形。 BFCG どこにあるかな、ここにあるね、 BFGC。 なのでこの正方形に書き込みます。 C から F と G の真ん中の点、 F と G の真ん中のここ、この5センチのところに C からこうやって線を引くのね。で最後何にしようかな、赤にしようか。ここはどうやって線引けるかというと、 HEFG という正方形、 HEFG ここだよね、ここに書き込むことができるんだよね。まあこれね、こう折りたたんだ時にこことここがくっつくなってのが分かったら、まあここって書けるんだけれども、ここからどっちに線を引っ張ったらいいかがちょっと分かりにくいよね。まあその時にまあ点を取っちゃった方がいいかな。 F と G の真ん中の5センチ、 F と G の真ん中の5センチ、ここ5センチ、こっちに、まずここがこれですよと。でもう一個、ここ、これは E と
と F の真ん中の5センチ。E と F、ここだね。E と F の真ん中の5センチのところ。なので、こことここを結ぶ。ということで、交線が引ける。ほんで答えとしては、ちょっとこの黄色は無視して、こう、こう、こう。こんな風に線が引けるんだよね。これを、頂点打ちせずに頭だけで考えるのはかなり大変なので、今みたいにちょっと手間に思うかもしれないけど、きちっと頂点を打った後線を引くときは、どの面のどの点からどの点かなってことを必ず確実にちゃんと調べてから線を引くようにしてください。